選手はしっかり力を出し切ってくれたので、もう自分の力不足です。そうですね、あのクリアソンさんは長いボールをしっかり入れてくるので、そういう時間は続くのかなというところは想定はしていました。まあ、ただそこはしっかり、まあ、守備陣が耐えてくれて、まあ、自分たちの攻撃の展開にもなっていたので、別にそこまで自分 それが押し込まれているという感覚ではなかったです。はい、あのこちらが求めている対人のところ、そこの強さを期待してサイドで起用したので、まあ、そこはしっかりと出し切ってくれたと思いますし、そこを別にやられたっていうシーンはそんなになかったので、はい、そうですね、もうチーム全体で戦ってくるなっていう本当に素晴らしいチームだと思っていましたし、まあ、そこに自分たちが受けるっていう話じゃなくて、自分たちも関西のチャンピオンとしてしっかり戦おうというところで臨みました。はい、あの地域決勝は最後までわからないので、まあ、もう切り替えてあと勝ち点6しっかり取って次の入れ替え戦に自分たちが進めるように準備していきます。それでまあメンバーは変わってたので、そこまでまああの個人の特徴というところは分からない部分はあったんですけど、まあチームとしてクリアソンさんやるところはもう本当に徹底されているので、まあそこに対してしっかり自分たちが準備してきたというところです。そうですね、あのまあイブラヒムはまたもう僕たちの一番ストロングを持ったまたスピードのある選手なので、まあ流れを変えるというか、まあ得点を取りに行くというところであの投入しました。まあ、流れを変える選手だと思いましたし、まあ、もちろんイブラヒムをスタートで使ってっていうところも、もちろんまあチームとしていろんな戦い方ができるので、そこは自分たちの強みだというふうに考えています。そうですね、まあ、相手の特徴を踏まえて、まあ、しっかりサイド起点にっていうところはチームとして取り組んできたところではあります。で、まあ、崩すところまでいった部分と、まあ、もう少しフィニッシュに行く姿勢というか、もう一個踏み込んだところまでゴール前に人数かけたりですとか、まあ、そこまでやれたら得点につながったかなというふうに考えています。少しやっぱり単体の部分で崩しのところは良かったんですけど、最後のところで人数がかからなかったかなというふうに考えています、まあ、相手の選手がやっぱこういつも、まあ、この間の3戦目よりは多分長く通常リーグ戦から戦っている選手たちだったと思いますので、やっぱそこの統一性というか、まあ、さらに徹底した部分というのはあの違ったのかなと感じています。まあ、そこでいうのはもう本当に自分の力不足だと思います。選手はしっかりやりきってくれましたし、まあ、あのワンプレーでまあやられたというところは自分の問題だと考えています。まあ、いつも通りしっかり戦ってくれたというふうに思います。やっぱりあのいろんな方に見ていただけるというのは本当にクラブとしても選手としてもあの幸せなことですので、まあ、そういったところで力を選手自身は発揮してくれたと考えています。